皮はパリッ、そして一口噛めば肉汁があふれる若鶏の半身揚げ、小樽の名物です。郡山市の薄井百貨店で今日から始まった秋の北海道展、午前10時の開店直後からこのにぎわい。会場には北の大地から集まった美味しいグルメ、そしてスイーツが目白押しです。札幌からは芋や栗を使ったチーズケーキに、富良野からは完熟してから収穫したかぼちゃなど秋の味覚も勢ぞろいです。緑の色が濃くてオレンジが強いものの方がより熟してる形で、すごくホクホクして美味しいかぼちゃになっております。こちらは東北初登場の富良野メロン。一般的なメロンの糖度が12度などに対し、富良野メロンはなんと16度。想像以上に甘いです。富良野メロン、果肉はしっかりしているんですが柔らかくて美味しいです。北海道展といえば海の幸も外せません。ホタテのね、わさび漬けを買ったんだけど本当に美味しいよ。そして北海道展としては17年ぶりにイートインも復活、体も温まる美味しいスープカレーが味わえます。魅力がたっぷりの秋の北海道展は今月24日まで開かれています。